高速周回路に向けてサスセットを見直し。高回転域の伸びが今後の課題か秋田県で唯一の RH9 加盟店として知られる2システム。創業からの歴史は20年を超えており、ドラッグレースやサーキットのタイムアタックでは、東北地方のみならず全国的な知名度を誇っている。 そんな名チューナーが手掛けた GR86 が今回の主役だ。マシンコンセプトはストリートサーキットの両立というもの。現状は排気系を HKS のエキマニとハイパワースペック LII マフラーで固め、インテーク環境を純正交換タイプのエアクリーナーとトラストのサクションパイプで最適化した程度。そこに ECU。 テックによる原車セッティングを組み合わせて 252PS29.2KGM を実測で発揮させている。サーキット走行を前提にしたデモカーのため油温対策でトラストの空冷式オイルクーラーを追加。効果は絶大とのことだ。ホイールはボルクレーシング TE37 サガ SL9.0J×18 プラス52で タイヤにはポテンザ RE71RS2553518 を組み合わせる。サスペンションは b 2ジャパン製で、今回の最高速アタックに合わせて、フロントのスプリングを1 6メートルから1 2リメートルへとレートダウン。キャンバー角も直進安定性を重視してサーキット走行時よりも起こしたそうだ。 インテリアはシートのみ変更。デカロのフルバケットシート RMS を投入し、高いホールド性を確保している。エクステリアはグローデザインのエアロパーツで武装。大胆なアウトレットダクトが特徴的なカーボンボンネットはスクリーンの製品だ。旧排気プラス ECU という控えめなチューニング内容だが、 高速周回路で行ったテストでは時速 221.06km という最高速をマーク。同レベルのチューニングが施された仙台モデルが時速 211.33km。2016年7月 ZN6 だったことを考えれば、まずまずの結果と言えるだろう。GR86 の最高速アタックは今回が初だ。 エンジンの調子は良かったんだけど、トップエンドの 6000PRM 以上が回らなくて、記録が伸びなかったな。パワーが空気の壁に負けている感じが強い。足のセッティングも良くて安定していただけに、ちょっと惜しい結果だ、とは、アタックを務めた稲田大二郎。GR86 に限らず、最高速アタック自体が初めてだったので、まずは無事に走りきれて良かったです。 ECU セッティングはまだまだ煮詰める要素が多分にあるので、そのあたりの熟成を進めて再アタックしたいですね、とは2システムの豊島さん。トップチューナーによる GR86 部 BRZ 攻略から今後も目が離せない。